パーティー編成はこれなんだけど、トミーのトミー、ナイス討伐です、ありがとうございます。なんだけどいいか、このままで、でまあこうするかだよね。デカプニツクリーノ、デカプニツクリーノ、デカプニツクリーノ、まあ120万までいったんだったらデカプニっていうかバフ2体でいけちゃう可能性があるよな。 HP を見ていこう。120万、一気に下がる。間違えた、技使うの間違えた順番。あもうほらフィーバーが終わっちゃうんだよ、フィーバーが終わっちゃうのよ。2回で打ってみるか、2回で打ってみよう。そう、終わっちゃうのよフィーバーが。いやー繋がんねえ。使うの間違えたね完全に。はい、いけた、いけました。はい、なんとか倒せましたよ。 G じゃなくてもいいけど攻撃力アップ2体でいけると思う。はい、ゲットならず。ナイス、ありがとうございます。とりあえずいけた。福引きめぐちゃんおめでとうございます。うん、ありがとうございます。トミートミーのトミーおめでとうございます。ありがとうございます。このサンズラナイスです。伝説のコーヒー、あそっか130万なのか。 HP は120万ですよ。コーヒー120万か、おめです。ありがとうございます。あ、G で使えてないけどいけるんか。あー G で技を使えてなかったからいけなかった。早くタップしてしまった、早く技をタップしてしまったんで、デカプニを消すのをねちょっと待たんといかん、ちょっと待たんと。一癖あるね、倒すのに一癖。
吸収するタイミングさ遅いんだよね。速攻吸収しろやって感じだよね、このタイミングでいくとね。プラズマミント虹ってウルトラマンベリアル A 出ました、おめでとう。何連したんみんな何連したん、ほんと。あー倒せない、何連したんすか、すごいっすね。さあ2体目討伐、さあゲットなるか、ならない、くーならねえ、さすがにならねえか、こんなしんどい戦いで。こんなしんどい戦いでならないか。気が抜けないもんね、この戦い。マジで。そうなのよ、ミスったらおしまいっすよ。ふう、いやー480は無理だな俺。きたー、きたー、はいゲットです、ありがとうございます。グリッターティガが友達になった、ありがとう、ありがとう。トミートミーのトミー、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。も早いですね。ます。おめでとうございます。おお、コマさんずらさん、おめでとう。同じタイミングで私も。おめでとうございます。はい。ユニットピー、おめでとうございます。無事、グリッターティガをゲットすることができました。ありがとうございます。いやなかなか難しいっちゃ難しい。ところですね。ちょっと封印全部しても、まあ、単純に強い強い、全然ね、激ムズってか鬼ムズ、地獄ムズですよ、キャラクターがいないと。グリッターティガ、全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める、自身の技ゲージが溜まった状態でスタートということで、暴走カイラ、あとはメリオダスですね、名前忘れちゃったけど、なんとかメリオダスの上位互換ということで、トリプルゼータのグリッターティガが無事ゲットすることができました、ありがとうございます。ふう、難しかった。ミントさんありがとう。いや、なんとか無事ゲットすることができましたが、まだねベリアルのアトロシアス、ちょっとわかんない、忘れちゃった、名前が難しい、まあ、ゲットできていないので、まあ、ガシャのアップですね、そのタイミングで、ゲットしていきたいなというふうに思っております。はい、非常に難しい、歯ごたえのあるバトルって感じですね。いやー、このアトロシアスですね、こいつを早くゲットしたい、確率アップでゲットしたいなというふうに思っております。ウルトラセブンもね、ゲットしていないのでぜひゲットしていきたいなと思います。
頑張ってますね皆さん。ふびきのぶちゃん、ピグモン入れるよりはザマのがいいのかな。ピグモンのダメージが多分低いので入れない方がいいかなと思いますね。ゼットン入れて豪傑パーティーを強くした方がいいような気がします。さあ Y ポイントはどれぐらい。あー100超えていく、いいね。100超えていく、いいよ。ナイスナイス。引きめぐちゃん、ゼットンか、わざまか。ゼットンわざまでいきましょう。まああとはグリッターティガのわざまをして、そしてスキルを上げて今後大活躍間違いなしのキャラクターにちょっと育てていきたいなと思っております。なかなかね、秘伝書が今回やばい感じで使われているので辛いですけど、ちょっとグリッターティガのところで回収できることを祈っております。まだ周回も何もできてないですけど、できることを祈って頑張っていこうかなと今後は思っておりますよ。さあいい感じでダメージが出るとどうなんだろう。プニプニ配信アンチョ、おはようございます。はいどうもお疲れ様です。うん130、ああこれぐらいもらえるなら十分だよね。ここの普通のねペダニウムゼットンで130とかもらえるならまあオッケーなワイポだと思う。まあ、ちょっとミッションないとやっぱりダメージ量が少なくてそんなにもらえるワイポがないかもしれないけれど、まあいいんじゃないですかね、これぐらいなら。そしてグリッターティガーを一応このゼロビヨンドを入れた状態で倒しているので、ゼロビヨンド、まあビヨンドが限界突破キャラクターをゲットできる権利を得たということで、ちょっと限界突破も進めていこうかなというふうに思っております。うまくいけば後々のガシャで貫突ももしかしたらいけるかもしれないっていうね、甘い誘惑がありますが、そこにはちょっと気を向けずに欲しいものだけゲットしてガシャバーを終えていこうかなと思います。いいね、152。うん、ナイスです。じゃあちょっと限界突破いけたところだけ、これは必殺でとどめ、必殺でとどめ、これは無理だな、これは無理よ。フィーバーゲージ終わった後倒せないもん。はい、受け取っていきたいと思います。はい、限界突破1、限界突破2、限界突破3、限界突破4、限界突破5で、あとこの2回ですね。あと1回戦えば6までいけるんでいけますけど、これが難しいね、ちょっと厳しいかなと思います。あとはここか、ベリアルをマックスにもできるのか。ベリアルマックスにしないとな、ベリアルもマックス。ああ技、わあもう秘伝書たくさん使う、ちょっと今回のイベントやばい。ちょっと頑張ってグリッターディガンも倒して秘伝書ゲット目指してやっていこうかなと思います。